どうもディズニー大好き上ちゃんです。今回はですね、各テーマパークにですね、なんとスターバックスがあると。ほら見てください、スターバックスのねロゴがありますけども、この中にね限定のディズニーとコラボしたねマグカップが売ってんですよ。それがめちゃくちゃ可愛いので、各4つのテーマパークでですね集めていきたいと思います。おお、かわいい。ほら、スターバックス。かわいい。アニマルキングダムのスタバのこれですわ。これこれかわいいよな。大きいしね。ほら、じゃこれを1個買いたいと思います。はい、ということでマジックキングダムのスタバにやってまいりました。ほらちゃんとありますよ、ロゴがリアルね。このマーク、スターバックス。お、ありましたよ、マジックキングダムの。これかわいいね。アトラクションがあってね、スペースマウンテンとかあったり、ホーンデッドマンションもあったりね。でも買うのはこっちね、こっちのマグ。これもかわいい。うわ、かわいい。絵柄最高に可愛いわ。じゃあこれ2個目買いたいと思います。はい、ということでハリウッドスタジオのスターバックスやってまいりました。じゃあここも買っちゃいましょう。あ、ありますよこのマグ。いやー、かわいい。こちらも、うわ、しかも新作のトイストーリーランドまである。やだー、かわいい。じゃあこれ買います。はい、ということで続いてはエプコットのスターバックスにやってまいりました。ですね、エプコットシンボルのねゴルフボールがこれでコンプリートです。では買ってきます。はい、スタバのマグカップ買ってまいりました。アニマルキングダムのマグカップでございます。これはいいですね、テンション上がりますね。緑をねこの基調としてる感じで、中も綺麗な緑ですわ。うわあ、思い出す。はいはいはい、まずこのドーンとねツリーオブライフね、アニマルキングダムのシンボルがねドーンと。あー、これも乗りましたね、キリマンジャロサファリね、動物探す企画もやりました。これそしてこのカリリバーラビットですね、びしょ濡れになったんだよなこれな。ダイノバッシュのね入り口、これありましたよね。そしてあー、もう思い出したくねえなこれ。これはやですわ、エクスペディションエベレスト、怖がったこの絶叫。これアーミー乗らなかったやつね、絶叫やだとか言って。いいですねこれ、思い出しますいろいろ。そしてここにスターバックスと書いてある。これいいですよ本当に、これお土産にこれもらったら本当に嬉しいもんな。じゃあ続いてはディズニーハリウッドスタジオでございます。ちょっとうっすら紫をね基調にしてて、この絵はね、で中はもうしっかり紫が、ほらもうここにね美女と野獣のショーがあって、そしてここにインディ・ジョーンズのショーもありますね。そしてファンタズミック、
びしょ濡れになりましたね。ああ行きましたね、あのトイストーリーランド。これは東京ディズニーシーでもおなじみのトイストーリーマニアのねライドが、あこれねトワイライトゾーン、また東京ディズニーシーのタワーオブテラーとは違うこのタワーオブテラーでございます。これかわいいな、やっぱりショーとかそういうものをメインにしてるからか、こうポップコーンとかねジュースとかそういうのが書いてあるんですよ。確かにねポップコーンとかジュース片手にショー見てる人多かったですもんね。続いてはエプコットでございます。全体的にね黄色と薄紫ですね今回は。でこちらね、僕がもうずっとゴルフボールゴルフボールって言ってたスペースシップアースってエプコットのシンボルでございます。それがドーンとありまして、あモノレールね、モノレールも走っておりました。あと全体的にはパビリオン、これ嬉しいですね。寿司がこれはどういうことなんだろう、やっぱ日本の方が買う人多いのかなこれで。あとこれパリのねエッフェル塔、マジックキングダムでございますね。これ水色ですね、爽やかな水色ね、中もこんなに爽やかな水色でございます。 It's a small world ね、あこれコーヒーカップのねアトラクションもありました。ありましたね、これ上ちゃんの好きなチキルーム、おいいですねこれ。ホーンデッドマンション、これ乗りましたよ。そしてダンボね、向こうは人気がありすぎて右回り左回りがあるという、これはジャングルクルーズの像でしょうか。そしてこれカリブの海賊ですね、ウォルトディズニーワールド鉄道っていうね、いいですね。ここにティンカーベルが魔法かけててこれはいいですね。そしてこの上ちゃんが被ってるねこのミッキーのイヤーハットもここにあったりとか、いやいいですね、もうディズニーランドがこれもうギュッと詰まってる感じが。はい、ということで、以上のこの4つなんですけども、結構ね絵柄も変わるみたいらしいので、ウォルトディズニーワールド行った際は皆さんこのスタバのマグカップお土産に、そして自分用に買ってみてはいかがでしょうか。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。